い、よろしくお願いします。本日はチャージャーかくれんぼで遊んでいきたいと思います。で、このルールなんですけど、最初に、塗ります。膨れる方は塗ります。まあ、今回1分30秒ちょっと塗って、まあ、その後に隠れるって感じなんですけど、まあ、チャージャーの、チャージ、フルチャージで狙ってくるんですけど、それに見つからないように、見つからないように隠れ切るという、まあ、単純に、ただの隠れんぼをチャージャーでやるんですけど、これがなかなか怖いんですよ。いつ撃たれるか、隠れてるとこいつ撃たれるかっていう緊張感があるので、普通に緊張する。まずはでもいっぱい塗って、隠れる場所増やしとかなきゃいけない。どうしよう、どこにしよう。どこがいいかな？これどこがいいかな、隠れる場所。ちょっと待って、怖い。時間ない。もう隠れなきゃ。じゃあ俺ここにする。ここ、決まりました。ここにします、僕。僕ここにします。決定！さあ、鬼が動くかな？動き始めるかな？さあ、鬼が動き始めました。うなちゃんはここの、四角い、なんか、よくわかんない、ひし形のところに、書かれてみたんですけど、いや、普通に怖いな。今回ですね、55分まで。まあ、要するに3分30秒、まあ、隠れられたら、俺たち、隠れる側チームの勝ちですね。はい。ドキドキ。仲間大丈夫かな、これ。もう一人見つかったぞ。待って、左からもう、来てる子いるんだけど。待って、もう一人捕まっちゃった。やばいよ。もう二人しかいないよ、もう。やばいよ。やべよ。怖い。いや、なんとか耐えてる。やばい、ちゃんとローラー作戦してくれ。しっかり狙ってきてるね。こっそり、やばい。これ、ローラー作戦だ。ちゃんとしらみつぶしに塗りつぶしてくる。ただ、俺のとこまで来なかった。危ない！仲間が、すごい生きてる。すごい、大丈夫か。一応俺もなんとか耐えてるんだけど、まだあと1分以上あるから。すごいな。勝ってるよ。そのまま耐え抜くんだ。バレないように。頑張れ。うわ、待って。なんか来たよ、今。今なんか来たよね。え？来てる。なんか来てる。後ろから来てるよ。仲間気づかれないようにね。怖い。すごい。バレてない。あ、すごい。え？下からやられたなぁ。あー、よかった。俺まだ生きてる。すごい、ここ。すごいよ。さあ、残り30秒。来てる。待って。めっちゃいい感じに隠れてるのに、俺。来てるよ、一人。来ないで、お願い。やめて。待って、時間怖い、怖い。やめて。やばい、時間。2、1、0。やったー。危ねえ。はい、それでは、2回戦目、やっていきたいと思います。ステージは、草屋温泉なんですけど、ここめちゃくちゃ狭いで有名じゃない？かくれんぼとしては。大丈夫なのか？速攻終わるんじゃないか？心配だよ。めっちゃ狭いんだよ、このステージ。鬼がいけないとこなしになると、相当狭いから、もうダメだよ、ここ。ねえ、待って、マジで時間ない。どうしよう。ちょっと本当に時間ない。怖い。俺ここがいい。ここにするじゃん。怖い。どうしようもないもん、もう。ちょっと、目の前に隠れてる人いる。狭すぎるって。これ、
俺やっぱそっちがいいな。そっちがいいな俺。ちょっと怖いもんな。一人でやられるのやだ。でも悪いか。移動しちゃダメか。でもな、そっちの方がいいな。あ、やばい、敵来てる。もうやだ、怖いよ。なんでこのステージにしたんだよ。ランダムか。え？やばい、もうやばい。あ、終わったかもしれない。ちょっと待って、マジでやばい。マジでやばい。うわ、なんか来てる。うわ、やめろー、やめろ。バレてない。あ、すごい、味方が。なんで俺生きてんの。味方が目の前でやられた。なんだそれは。すごい、なんだかんださ、他の二人も生きてるから、なんだかんだ生きてられてるんだ、すごいね。鬼二人来てたぞ。あと一人。うわあ、やばい。うわ、俺だけになっちゃった。まずい。俺だけになっちゃった。待って、来るなよ。頼むよ、来るなよ。怖い。待って、俺、プロいぞ。すごいぞ。プロいぞ、これ。耐えてるよ！ねえ、狭いステージだけど耐えてるよ！待って、最後の試練来た。もうくっそ。いや、マジで惜しかった。マジで惜しかった。3回戦目いきたいと思います。めっちゃ惜しかったね。これ。めっちゃ惜しかったね。本当にあと少しの、これ油断しなければな。くそ。あ、マンタマリア号広いからなんとかなりそうじゃなりそうなんだけど。間に合うか。間に合った。オッケー。よし。降りた。よし。完璧な流れを見つけた今。よっしゃー。いや、これ最強だろ。これ。最強だろ。いいよ、行ってらっしゃい。見て。みんな必死。見て。鬼が必死になって探してる。俺はこんなとこにいるのに。必死になってる。万歳。なんか海で大冒険してるみたい。これ。広い海。すごい。あ、近くにいる、見て。ほら。近くにいる。これさ、ちょっとさ、ナイスとかしてみる。ナイスしてみよう。これで気づくから。お兄さん、ここだよ。やった。イエーイ。ここだよー。鬼ここだよー。鬼わかる？俺の場所。ここだよー。あれ。